はい、どうも、ホソピーです。さて、本日はですね、iOS 16から実装された eSIM のクイック転送ですね。まあ結構マニアックなところではあるんですけれども、まあアメリカ版のですね、iPhone 14シリーズには、もう物理的な SIM カードが刺さるところがないというようなね、モデルも出てますから、まあ今後日本でもですね、これが主流になっていくかもしれませんからね、まあこのやり方今回ね、解説していきたいと思います。で、今日やるのは2つ。1つは eSIM、すでにこちらに入っている eSIM を、こちらのね、13ミリの方に送る。まあ、これをやってみたいと思います。そしてもう一個はですね、物理的な SIM カードですね。ポボの SIM カードを物理から eSIM にね、入れ替えてしまうと。eSIM へ転送するっていうやり方。まあ、これをですね、やってみたいと思います。ということで eSIM とかですね、SIM カードに関する情報をね、知りたいよっていう方はですね、ぜひね、チャンネル登録、高評価していってください。ということで本日も行ってみましょう。ホソピーチャンネル。はい、では今回やるのがですね、まあ au 系のお話です。で、 UQ モバイルとポボ、このね2種類やるんですけれども、まあ今の時点で対応しているのはまあ au 系だけだっていう情報ですね。で、楽天モバイルはですね、発売日の9月の16日以降対応していくっていうところと、あとはソフトバンクやドコモに関してはですね、この eSIM のクイック転送自体のサービスの開始というところに関してはまだね正式には発表されていないようですね。はい、ということでまずこちらに入っているのが何かというと、 UQ モバイルとソフトバンクということで2つの SIM カードが入っておりまして、 UQ モバイルは eSIM、 ソフトバンクというのが物理 SIM カードが入っております。まあ、この状態からですね、 UQ モバイルの eSIM をこちらの 13mm の方に送ります。では手順はですね、写したい方ですね、こちらの 13mm、 こちらはですね、見ての通り SIM なしということで、現在 SIM が何も入っていない状態ですね。はい、この入れたい方の iPhone を操作していきます。こちらの方でですね、設定を押してください。そしてモバイル通信ですね、はい、ここをタップ。そうしますとモバイル通信を設定というものが出てきます。今何も SIM カードが入っていない状態だとね、このようになるわけですけれども、こちらをタップ。そうするとね、現在2つの SIM カードをどうやら認識しているようですけれども、上の段はですね、物理 SIM カード転送には対応していませんというふうに出ております。ソフトバンクはね、まだ未対応ということでこのように出ております。そして下の方はですね、 iPhone 13 Pro Max の主回線、まあ、このように出ておりますね。で、この状態になっているものは転送可能ですということで、この下の方をねタップしてみます。で、注意書き出ましたね。 SIM をこの iPhone に転送しますかっていうことで電話番号の表示がありますけれども、まあこれ転送してしまうともう一方の iPhone では使えなくなるよっていうふうに出ておりますけれども、これで番号を転送、こちらをタップします。で、転送先の方では他の iPhone で転送承認と出てます。で、転送元の方ではまあ本当に送りますかっていうようなね、注意書きが出てきますから、 SIM を転送をタップします。はい、その後ね、転送を承認と出てきますので、ダブルクリックで承認します。はい、そうすると現在ね、アクティベート中というふうに出ておりますけれども、今 SIM の転送作業が行われているという状況ですね。はい、ということでこのようにですね、モバイル通信設定完了、この iPhone で UQ モバイルの eSIM が有効になりましたというふうに出てきました。完了。はい、ということでこちらの iPhone 13 mini の方ですね、あっという間に eSIM の状態の UQ モバイルを移行させることができました。はい、めちゃくちゃ簡単ですね。ここまでですね、まあ、1分弱ぐらいで転送することができました。通常だと UQ モバイルであればアプリからですね、 eSIM の再発行の申請をしたりだとか、まあワンクッションもツークッションもね、作業手間が出てくるわけですけれども、この eSIM のクイック転送めちゃくちゃ早かったですね。で、ちなみになんですけど、このね、 UQ モバイルの場合、電話番号を UQ 側に登録するという作業をしておかないと、今度こちらの電話番号をまた戻したいよという時に SIM カードがね、見つからないという状態になりますので、必ずですね、米5070、こちらにね発信することで電話番号の登録ね、キャリア側にすることができますので、これを確実にやっておく必要があります。ということでかけてみますね。まず電話をして米5070、発信。お電話ありがとうございます。更新を承りました。このお電話をお切りになってお待ちください。はい、ここまでが一連の作業になりますね。モバイル通信を開いてですね、eSIM を移行、そして最後に米5070に発信して電話番号の登録を終えるというところね。ここまでが UQ モバイルの eSIM のクイック転送のやり方ということになります。ではこの後ですね、物理 SIM カードですね、
ポボの SIM カードを入れた状態で eSIM に転送するっていうやり方ね、これやってみたいと思います。では次ですね、物理的な SIM カードの移行ね、転送をやってみたいと思います。今ですね、ポボ 2.0 の SIM カードがこちらの13ミニに入りました。でここからですね、 eSIM として13 Pro Max の方に転送、まあ、このやり方ねやってみましょう。ということでまずはこちらの13 Pro Max の方で操作をしていきます。設定、そしてモバイル通信ですね。でその中からこの eSIM を追加、まあ、こちらをねタップしていきます。でこの状態で使用可能な電話番号がありませんっていう風にこれ出てるんですけれども、まあ、これでねできるんでしょうかね。これをねちょっとタップして送ってみます。番号を転送。はい、ではこちらのね iPhone 13 mini 側の方で SIM 転送が出てきましたので、これをタップ、転送を承認。でこちらのね13 Pro Max の方では現在アクティベート中と出ておりますよね。はい、ということでちょっと番号が出てなくってなんかねできなそうかなみたいな雰囲気だったんですが、どうやら送っているようですね。はい、現在物理 SIM カードから eSIM にしてこちらの13 Pro Max に POPO 2.0 を送るという作業をしております。はい、モバイル通信プランを追加ということで、どうやらですねこれで eSIM として送ることができたみたいですね。続ける。でもろもろね設定していきましょう。はい、ということでこの iPhone で KDDI の eSIM が有効になりました。完了。ではこちらの13 Pro Max の方で現在ですね、はい、POPO が主回線になっております。この状態でねしっかりとね通信ができるようになっているのかどうか見てみましょう。価格 .com のページ、はい、サクサク見ることができますね。問題なくですね通信はできるようになっております。 POPO 2.0 はですね24時間トッピングをしている状態ですので、まあかなり高速な通信でね、しかもまあ我が家では 5G が入るという状況です。ということで、まあこんな感じでですね、物理 SIM カードの転送、そして eSIM の転送というところですね、まあ問題なくやることができました。で POPO の方は発信テストはですね米5070ではなくって111、まあ、これで発信テストがあるみたいなのでこれをやっておきます。111発信。はい、ということで、まあ、このようにポボの方もですね一応発信テストをやった上で、まあ、移行が終了というふうにね覚えておくというのかな。まあ、これね、まあ、実はこの前に eSIM を移行したりとか設定したりした時に111の発信テストをもしかしてやってなかったから電話番号の登録がないっていう状態でね、まあ、転送処理を行うことになったのかもしれないですけれども、まあ、こういう形でですね、まあ、しっかりと移行した後にはですね発信テスト、それぞれのキャリアでね発信する番号は間違いますから、それをね確実にやった上で SIM の移行が終了という風にね覚えておくといいのかなと思います。まあ、こんな感じでですね、物理 SIM カードからのeSIM への転送、そして eSIM から eSIM への転送ですね、 iOS16 同士だとですね非常にスムーズに移行させることができますので、データ移行と合わせてですねこの SIM の転送というところもね覚えておくといいかなと思います。これからね eSIM を使う機会もねどんどん増えていくと思います。こういう感じでですね2番号待機状態で、一つはねデータ使い放題だとか、一つはね電話のかけ放題みたいな感じで使ったりだとか、うまくやっていくことで通信費をなるべく節約したりっていうことにもできますから、まあ、こういうやり方もあるんだよというところでですね、押さえておくといいのかなと思います。細Pチャンネル。はい、ということで本日は iOS16.0 で搭載されました eSIM のね、クイック転送ということで、まあ、au 系でですね、まあ、UQ モバイルと POBO、まあ、この2種類やってみました。で、UQ モバイルに関しては途中でやった通りですね、電話番号登録ね、米5070の発信というところをやっておかないと、まあ、ここからですね、今度戻すときにね、転送できませんっていうような状況になってしまいます。私これね実際に経験しましたので、そこはしっかりとやっておく。これをやることでね次の転送に備えることができるわけですね。で、ポボに関してはまあ、物理から eSIM に変えましたということで、まあ、この手続きをしてしまうと物理 SIM カードはもう生きなくなってしまいますので、まあ、eSIM にもしてもいいよっていう状態になったらやってください。で、ポボの eSIM の転送って再発行の手続きを今までやってたわけですけれども、結構ねこれが手間なんですよね。で、これがポボがこういう感じでですね eSIM クイック転送でいろんな端末ね使っているような人はうまいこと転送できるとですねかなりね便利になるのかなと思いますから、ぜひね覚えてやっていただくといいのかなと思います。ということで本日の動画役に立って面白かったと思っていただいた方はですね、ぜひチャンネル登録高評価の方をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。